はようございます。西庵です、今回は小菅神社に音を取りに行きました。ゆっくりセッティングをします。よし、これで、今リコーダーを回しました。しばらく静かにしていたいと思います。それではどうぞ。
飯山は小菅の集落にある小菅神社の手水舎の音をお届けしました。こちらは、いわゆるレコーディングのストアで、データで販売します。そしてその売り上げはですね、2024年初頭にあった地震の現金として使いたいと思いますので、よろしければご購入ください。ありがとうございます。